人間関係が煩わしくて辛いです。家族とさえうまく付き合いません。人付き合いから逃げたいとかそんなことばかり考えてしまう毎日です。人との関わり合いを好きになるのはどうしたらいいですか。ああ、こういう方は結構少なくないんですよね。今実際単身者の方がですね、人口の 35% でもうすぐ 40% を伺うと言っています。でドイツとかヨーロッパでもそうなんですが、日本の特徴は単に一人住まいだけじゃなくて交際がない。で交際というか社会的交際がない。1週間も2週間も人とほとんど喋らない。でそれが統計上 15% って感じで、そういう人ってのはやっぱりその他人との接触が煩わしいというか苦痛であるということです。じゃあ一体何が苦痛なのかっていうと、まあ一つはですね、他人とのその接触でその自分が気持ちいいというか心地よい思いすることができればいいですが、ストレスになっちゃうってことが結構あると思うんですよね。でそのストレスの一環、いろんなものがありますが、その一つはですね、引きこもりの人に見られるようなコンプレックスっていうんですかね、人と接して優越感を感じて気持ちよく荒れれば、それはみんな接するのが嫌にならないが、接する中で自分が傷つくことを恐れていると、自分と相手を比較してコンプレックスが、まあ、あらわになるとか、それからまあ批判されて傷つくとか、まあそういったなんていうのかな、その自己愛が傷ついてしまう場合、それによってですね、人付き合いがしにくいっていうことになってくるんじゃないかなと思います。でだから結局はその人生というか人付き合いっていうものをどう捉えるか、それは過剰な自己愛があるとそれが傷ついてしまって苦しいと、それが人間関係だとしたらば、過剰な自己愛を弱めるための道場訓練として人間関係と捉えるっていうふうに考えていくと、それは人間関係によって傷ついたり、まあ愛されたりすること自体が自分の心身を成熟させていく、柔軟にしていく、まあそれを言い換えると悟っていくってことなんですが、そのための良い訓練機会だと。人間関係でこうその心地よさ、これを求めているとうまくいかないが、その人生はそしてこの世界は道場であるというふうに考えて、自分を高めるための道場であると。で道場に入ったらですね、みんな要するに助け合いの対象でありますが、しかし同時にその強い敵もいるし、そうでない敵もいるし、優越感を感じられる時も感じられない時もあって、それそれぞれが切磋琢磨となってこう自分を鍛えることができるわけですよね。人生観、そして感じると人間関係の目的って何なのかと。人間関係っていうのはその自分が心地よくなるためのものではなくて、自分が自分の心人格を磨くためのものだっていうふうに、その目的を位置づけ直せば、まあちょっと変わってくる部分があるかなと思います。なお今お話したのはかなりその仏教の悟りの境地から見て、この世は道場であると、人間関係は友人関係も結婚にしても何にしてもみんな修行でっていうような視点で、ちょっと大雑把なんですけど、心理学とか学ぶと皆さんに当てはまる、なぜ皆さんが人付き合いがしにくいかってことが分かってくると思います。まあ大抵それはですね、自分の中のものの考え方で完璧主義だとかね、で人と付き合うと人少しでもその批判されたり気に障ることがあると嫌だと、自分がちょっとでも傷つくのが嫌だとか、そういう場合もあるし、そして相手にしてもこれそれを求めて、で相手に何かの欠点があるとそれが嫌になっちゃうんですね。そういった完璧主義100ゼロの考え方、こういった極端な考え方を持っていると、その自分も嫌になっちゃうし他人も嫌になっちゃうし、人間関係人間が嫌になっちゃうし人間関係が嫌になっちゃうということがあります。だから自分も完全ではなくていろいろ欠点があるし、それが要するに他人との関係で出てきてもそれは全然おかしいことじゃないし、また自分が付き合う他人にもいろいろ欠点があるし、しかし良いとこと悪いとこが全部一つにまとまってその人なんだから、悪いとこだけ見てってことじゃなくて、こう全体で総合で見るといったように考えるとか、そういった偏りのない、極端に否定的な部分のないものの考え方に変えていくと、まあ、人付き合いをやりやすくなるんじゃないかなって思います。まあ、ここら辺はですね、ものの見方考え方、他人の見方自分の見方、人間の見方、それがどうあるべきかっていう見方ですね、このものの考え方がその感情や行動に影響するという、先ほど言った仏教やヨガの基本的な思想、
そしてもうちょっと言うと認知行動療法といった心理学の思想と非常に合致します。で、今さっき完璧主義とか100ゼロ主義って言いましたが、これ代表的な誤った間違った認知っていうか望ましくないものの考え方ですね。あとは他にはとにかく要するに完璧主義だとちょっとでもダメだとダメってことになっちゃう、極端に否定的なんですよね。で、それと連動してですね、他のケースというと昨日論理療法という心理学で学んだんですが、これは認知行動療法と大体同じですが、他に最悪っていうものの見方ですね、客観的には最悪じゃないのにすぐ最悪と思っちゃう。これもさっき言った完璧主義と関係してます。だってうちの親は最悪であると、人類史上最悪であるっていうことは決してないんだと思うんです。で、考えると日本の中でも最悪でもなければ最善でもないのが我々の両親だし家族だし友人関係なんだと思うんですが、人は何かですね、そのやっぱりこれ以下では許せないっていう、そういったものを勝手に設けてしまって、それを最悪だっていうふうに位置づけて、で、最悪って言葉で言ってる間に自分で自分を洗脳するっていうか、自分の言葉で自分を洗脳してしまって本当に最悪だと思っちゃうようなところがありますね。まあ、こういったなんていうのかな、極端な固定的な見方、極端に否定的な固定観念みたいなもの、これで、いろんなストレスを感じる、それ特に人間関係でうまくいかないってことがあると思います。